皆様、妻でございます。信長の野望大使毛利家、引き続き進めてまいりましょう。もうそろそろ大詰めでもないか後半戦が始まったぐらいですかね。まあ今回も頑張っていきましょう。でまあ内政もろもろ全て整えてあるんで、まあ、まずは秀吉を蹴散らすところから始めてしまいますか。我が野望、吠えとけ吠えとけ。もう野望もクソもないだろ。ってか信長これ居城に300社兵、あ、9500に増えてら、とはいえよ、まあもう見えてるよね。徳川さん、一思いにやっちゃってください。さあ秀吉が来たけれども、まあ揺るがずでいいよね。我らが力、はい、侮ったようだ。で交渉が長兄か、まあ普通に落とすでいっかな。あ、いや戻っちゃった。我らの勝ちだ。まあまあ勝ち時を上げ、さあ捕獲でドン。まあこの辺り全て逃がし、大野春長ってどうなんだろうね。で秀元は大勢迎えますと、上運だ。いやー、そうだ、立花を吸収してっからいい部署いっぱいいるよな。結構かかんね、方位70くんち。そしたら別動隊、ああどうだろう、曽根に向けた方がいいのかな。いやもう思い切って四国取っちゃった方がいいよね。佐久間信盛といっても、佐久間はもうすでに再興してっからないはずなんだよね。赤尾津、あ、これは普通にないでしょ。ないわ。いや次は果たして誰がお家再興するんだろうな。見当もつかんよ。なんたることじゃ。で、そやさ、今果たしてしばらく確認しなかったけど、今従属勢力いくつあるんだろう。ちょっと、なんたることじゃ、ターンの途中だけど見ていこうか。南部から足利で9、本願寺から大内で18、柳生から四条で27、千から正木で36、37、38、39、40、41、42、43、あ、結構増えたな。43か、目標の60まであと17ですね。そう、17っていうと遠いな。まあ頑張っていこうね。もうでもだいぶ進んできてはいる感はあったわ。今ちょっと確認してよかった、なんかほっとしたわ少し。まあそう、あーいいですね。武田さん、一思いにやっちゃってください。報告します。うん、これいいね。まあ、とはいえだよ、とはいえ結局武田に順位が下って、それを寝返らせても同じことになるだけなんだよな。だったら吸収してっていう方がいいような気もするけどね、正直ね。まあまあまあいいでしょ。いいやいいや。で武田がね、今ね内容に応じるの一人だけだからさ、これが増えるっていう風に考えればこじれるよ多分ね。次回ぐらいなんだよみたいなこと言ってない気がするけど、まあまあいいでしょ、今だけポチっておこう。人間ね、刹那刹那を生きるのが大事なんですから。かしこまった。では引き続き参りましょう。風林火山、風林火山、わしの戦を見せてやろう。さあ佐藤金山、朝倉から交渉、講和か。いや今じゃないでしょ、四国を取ってからだね。まあこれは当然信玄が勝つで、佐藤金山取り憑かれて、まあこのまま落ちるよね。方位秀吉か。まあ即時交渉になったら即時交渉してしまえばいいんじゃないかな。ここも交渉落ちるような気がするんだけど、やっぱさすがに上運だね。城を枕に玉砕の覚悟だわ。我が領内に敵が迫っております。なるほど。まあ言うてよ、ここ上限むちゃくちゃいいから、とりあえず動かしておけばっていう話になるよね。
間に合ってるね。よかった。さあ激突揺るがんのよね。まあ、揺るがずでいいでしょう。雨の方よりお隣に対どうすっかな。騎乗して佐藤金山を武田が取ったら空き巣するか即座に。それもありな気がする。フニッシュ。これどうなってんの。とは言ってもね、上限多分ね、そう、大きくこっち、大きくこっちなのよ。だから、あ、一得歳だ。まあ、いずれにせよ、問題はないよね。参りましょう。伊集院、もう滅びそうだね。仏の怒りを恐れなさい。いつもの。さあ、伊集院、滅亡。これ、直で来るんじゃないか。さあ、一得歳が来た。まず、援軍を展開させれば、ゆるがん。ゆるがん。我らに、はい、ゆるがん。愚かなものよ。即時、まあいいや。一緒一緒。即時だろうが即時なかろうが、曽根陥落。負けられぬのでな。捕獲でドン。堀直政か。どうなんだろうね。由布もめちゃくちゃ優秀だな。大友だよね、由布ってね。かたじけない。でまあ元近は一度引きますか。待機。ん、待てよ。いやこれでもね、空き巣できなさそうな気するな。いや、空き巣なしで。これは揺るがんね。はい、志果たすな。負けは。で義久も引きます。で毛利秀元のところがあと7日即時交渉出てっけど、あ、交渉に応じちゃうんだ、ジョン。あー、なんか悲しいな。まあ、散らせてやろ、乱世の花はね。これ、いよいよ、報告します。クロードとかさ、あとこれ誰だっけ？ご命令を。モモチか。こっち側に入れちゃっても、いいような気がすんな。あー、でも、こっちに浮かして、で、後で北に浮かすんだったら、北を取ってから、全部バーって北に浮かしちゃった方が、二度手間にならなくて、タイムポイントももったいないし、いっか。うん、そうしよう。まあ、これと言ってやることはないんだよな。朝倉ももうこれ以上、攻めたくないしね。こっから先朝倉は、薄木不内観を取ったり取られたりみたいな感じで、やっていこうかなって思うんですよ。もしくは黒瀬を取ったり取られたりとかね。そういう感じで、まあ城を取らせて、その城を取ることで忠誠を落としてっていうような戦い方をしていこうかなと、まあ思っちゃいます。さあ押す陥落。もらい受ける。捕獲ドン。まあ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 、逃がしておきましょう。あ、待て、影たかなんか、こさしちゃってもよかったかもしれないね。まあ、いっか。じゃあ、秀元は、騎乗。ひとまずこれで朝倉は終わりだね。どうしよう、公安の使者、あ、でも公安の使者送っちゃうと、内容が止まっちゃうから、公安いいか。そろそろ、織田徳川が再び始まってくれると、思うんだけどね。さあ、そろそろ徳川と織田、切れててもおかしくないよね。あ、そうだよね。徳川は調略いけるってことは、徳川と織田はとっくに切れてるっていうことだもんね。じゃあ、さっさとしていただけませんかね。大須、97,200 か。いや、なかなかだね。とはいえなんだよな。残念ながら。じゃあ、大須、22,000の12,000。迎え撃ってやりましょう。これ9体72,000で迎え撃って、そのままカウンターいっちゃう。進め。ちょっと遠いかな、徳山城は。カウンターっていう距離じゃない。待って、今武田動いてたな。いや、しれっと兵出してんの、いかにも信玄らしくてすごくいいんだけど、え、そしたら武田に宣戦布告っていうのもありな気がすんな。林羅山。羅山はでも、ないんじゃね。あるあったか、学者先生。林羅山って、
あれ儒学者とかそんなんだったよね、確かね。どこ？薄木、あら。良きではございませんか。ねえ。赤星も来させてしまいましょう。問題はよ。まあ、いつもながらなんですけど、果たして何人ついてくるかなんだよな。口惜しきことよ。じゃあ、見ていきましょうか、林良さん。参謀だったね、今、ネラザンね。一人、お願いします、一人で。あ、いい！あ、This is very いい。ねえ、二人。いや、これ、神がかってる。したら、店舗命令で、早速、林はね。なんか、林良さん、駿府とか、この辺り似合いそうだけど、まあ、別にいいか。長野城あたりぶっ込んでこう。いや、これ、神。これはすごく神ですね。で、薄木はこのまま空っぽにして取らせちゃおう。待ってた。助太刀にも行ったぞ。とても待ってた。で、これ徳川に味方することで目移りせずに徳川が織田に行ってくれるはずだよね。報告します。で、まあ織田が滅んだら自然徳川との何だろう、援軍じゃないけど、その協定は切れるからさ。だからまあ徳川参戦でいいと思うんだ、僕は。表示を終えよ。いいですね。49,500。まあまあ、上限6,700。いや、待って、これ本当に。しかも、この延沢の準決勝が悪さしてるぞ。これダメなやつだろ。まったく、手のかかるやつだな。そしたら、まあここでぶつかってしまおうか。ぶつかって即テロにはならないだろうから。皆さん続いてください。こんな浮かす必要ないんだよな。ね、ただの兵の無駄なんだそれは。だぶつかって蹴散らして解散して攻めさせるでいいと思う。全く手のいったことをね、するよね。まあ22,000でいいんじゃないですかね。とりあえず兵を減らすのが目的だからね。あ、しまった、はがりこ同期口切れてたね。まあ来月打ちましょう。まあそらそうだな。助太刀いたす。で、敵が我が領内に向かっております。吉田郡山、まあそれはいいんだけど、上杉が参戦してるところがないから。朝倉との戦に参戦してたのか、上杉。そうか。じゃあまあ上杉を攻めさせるために、またどっかで全部と講和しないとダメだね。そしたらまあとりあえずこれは蹴散らしておきましょう。では9体54,000で持って集まれてるよね。ギリギリ集まれてるね。出陣する。吉田郡山に向かい、蹴散らしたら佐藤金山あたり奪う。あーでもな、伊集院がいるからね。とりあえずはいいかな。さあ激突。まあでもこれで十分兵を減らしたから、あとはもう徳川に任せてしまっていいよね。俺に背くことは許さん。うん、なんとかなるはず。さあ激突揺るがず。カウンター仕掛けようかなと思ったけど、まあ揺るがずでいいや。我らが力、えらいも部隊数少なかった。まあ秀元騎乗しましょう。遠山朝政、安藤森成か。どうなん、ないか。さあ、じゃあまずは計りごと大きは勝ちからだね。朝倉がさ、だいぶ、あーでもさっきまで2だったんだけど、計りごと大きは勝ちぶち込んだら21まで増えたね。もうちょっと進めた方がいいのかな。いやでも朝倉と講和しないと上杉が滅んでくれないんだよね。だからまあ朝倉とはここで講和しときますか。
北条武田も、まあ、講和の目を探っておこう。いきます。天もさあ、信長の最後だ。ことは許さ、攻めてやだね。我が野望、何人たりとも止められぬ。攻めてお見せください。じゃあいいんだよ、ついでみたいに打たなくて。仏の怒りを恐れなさい。で、攻めては徳川頼房。頼房って、ん、頼房はどこ、尾張、わからん。まあ当然ですよね。で、これで織田滅亡ですね。バンバン在と待機する。さあ、激突揺るがんのじゃない。だよね、揺るがず。我が部を持って我が名を示す。で、元長が騎乗して、まあ、とりあえずこれで戦終わりにしましょう。我が領内に敵が迫っております。これは取らせる予定なんで、このまんま放棄します。その前に講和の使者届きそうだけどね。宇治康公は武田と群馬300いいよ。で、これで武田が上杉に行ってくれるはずなのさ。で、多分というか間違いなく織田が滅んだら即座に徳川が仕掛けてくると思うんだよね。まあでも、そしたらそっから先はもう徳川のとの全面戦争になりますね。まあ予定通りっちゃ予定通りではあるね。さあ、落ちる前に降下してたまいっか。朝倉北条いいですね、マフサン戦。ぜひ朝倉に頑張ってもらいたいな。領土をね、早く広げてほしいからね、朝倉には。いや、滅ばんね、なかなかね、織田が頑張ってる。あ、でももういっぱいいっぱいになってる。織田342人、すごいなこれ。うん、じゃあ次のターンで織田滅亡ですね。いや、しかし早いとこ行ってくれよ、もういい加減にさ。なんか、かしこまりました。ねえ、攻めたなーと思ったら急に動きを止めちゃって、なんなん本当に。まあ進めていきましょう。さあ、織田滅亡。では即座に徳川が来るよね。うん、まあまあまあ、助立ちいたす。読み通りで世の汚れを払い、密書を放つって。敵が我が領内に従属勢力にしきりに出したのか。わ、これん、頼房が来るわけではないのか。21万すごいな。21万か。あ、この9の準決勝、向こうのものになっちゃったんだね。これはややこしいぞ。とりあえずこの9を破壊しよう。出陣するぞ。で、破壊した上で、でも山形10万か。あんま賢くないな。どうしよう。三河武士の、いや、見せるは今ぞ。織田がここにいる間に準決勝壊しちゃえばよかったな。しくじったね。武田上杉やったぜ。まあ、これは武田に味方しておこう。助立ちっていうのは徳川と織田のね、戦のあれと同じです。あれって。風林火山。さあ、風林火山。わしの戦を見せてやろう。ん、下がってはいるけど、下がりきらん。あ、まあでも行くべきだよね、これはね。うん、行こう。じゃあ9体7万2千で持って、これでぶつかれるね。3階の地でぶつかりましょう。で、蹴散らしたらもう即座にカウンターだね。したら、いや、まあでもどうしよう。この軍を蹴散らせてから軍を動かした方がいいかな。いや、とりあえず国境線に軍を展開しよう。じゃあ三兄弟率いる7万2000、これが、これなんつうの、黒川又でいいの、この地に展開し、まあ鶴岡をね、伺いましょう。いや、いい感じになってきたね。報告いたします。これで上杉が滅んだら、
武田に調略を仕掛けてっていう。いや楽しくなってきたぞ。徳川すげえ。めちゃくちゃいるね。また強いのが多いんさ。これはありがてえありがてえ。じゃあ元就行かせましょう。いやこっから、いやもう北は本当に大詰めだね。これが順調に準決勝破壊してくれてっからさ、だいぶ上限取れたんじゃない？うん、だいぶ取れた。さあ激突。分からずだけど、かなり有利な状況だよこれ。15,900の9,900。上限取ったぜ、おっきく。さあ、20万ぐらいいたよね、これね、総兵力。皆殺しにしてやりましょう。さあ、一部隊残してしまいましたが、長野成馬さん、壊滅しました。うちもね、一部隊崩されちゃったんだけど。やりたい。まあ、でもね、相手方の被害からしたら、ビビたるものだと思うよ。天下を滑るまで、負ける気はありません。これはひどいな、本当に。もう、あのじいさん、立ち直れないだろう。さあ、おばくで、ドン。まあまあ、名古屋三蔵は一のより、これ、お家最高あんのかね、名古屋家って。なさそう。敵っかは広い家が、羽前八地に向かい、進むのです。散ったね。こそしたら、竹中重義は騎乗でいいよね。で、三兄弟の軍を鶴岡に向け、で、明星帰ってきたら、さらに北に置こう。方位で、水攻めからの交渉だね。これでもあんまりすごい速いペースで落とし続けるとさ、内容する城がなくなっちゃうよね。だからまあ、こっから先はじっくりじっくりなんかな。ちょっと逆に取らせてみたりとかも考えた方がいいかもわからんね。ちょっと待ってくださいよ。おかしいでしょこれ。ちょ、なんでなん？ちょっと待って。どなたか、説明の方お願いします。この程度でしたか。おかしくね？なんで？なんで軍を引いたの？本当に。わけがわからんよ。これ、いや、うちも宣戦布告上杉にしてさ、さっきの織田と同じようなことすっか。楽しませてくれるのじゃ。武田が軍を動かしたら、動かすか。いや本当なんで引いたんだろうこの人。何も言うまい。行きましょう。これでもね、ちょっとここでのお家最高は早計だと思う。いくらなんでもね、早すぎる。ちなみにどこですか。横手か、うん、これ吉川広家ここに。あーでも騎乗すか。けどさ、結局武田上杉終わらんじゃん。報告いたしますかね。なんなん。ご命令を。いいですけど別にね。それじゃあ片っ端から蹴散らしていきますか。民の穏やかなる暮らしを守る。何でも来い。それが我ら北条の役。それは別にどうでもいいんだ。まずどこだろうね。南部都市の、ま、勝手に下ってくれ。敵が我が領内に向かっております。寺池。ほう、14万。しかしいるな。とはいえ、どっかいい？寺池の地でいいかな。うん、寺池の地で。あ、弥勒寺も魅力的だな。ここにしようか。まあ、特にカウンターは考えていませんが、9体6万3000を、この弥勒寺の地に、向けましょう。進むのです。まあ、あっちゃこっちゃ、ほう、八地か。2100とも。いや、さすがにそれは舐めすぎだけど、黒川から浮かしてしまえば、多分間に合うと思うけどね。出陣する。まあ、いいでしょう。さあ鶴岡取り付き。
水攻め61日。これね、鶴ヶ丘まで落としたら、そこで一回ストップがいいような気がするんだよね。小野寺照道。まあ、お家最高って感じじゃないよね。我が領内に敵が迫っております。薄木。まあ、これは取らせる予定なんで、このままでいいです。朝比奈か。夏子の再現。これ来たでしょ。ほら来た。ただ、伊集院が月下がいそうな気するんだよね。水戸屋城。こっちか。いや、これダメでしょ、普通に。もう上杉滅ぼす。いや、でも違うよな。それは違うよな。あ、そっか。朝比奈見てなかった。水戸屋城はダメだよな。で、朝比奈は。普通に、くだらせるですね。さもありな、さもありな。朝比奈って今川だよね。いや、これ水戸屋じゃなくてさ、佐藤金山とか日の山だったら行ったんだけど、水戸屋じゃ武田が上杉に侵攻しなくなっちゃうもんね。いやー、うまくいきませんな。なかなかね。イエスが吠える。吠えとけ吠えとけ。それは今ぞ。敵が我が領内に向かっております。オース。まあ、これは問題は全くないね。進め。待機します。出し方も雑でいいよな。とりあえずはさ、激突分からず。まあ1万の差があるからね、なんとかなるでしょう。さあ、まあ安定した戦いで松平忠輝の隊全滅させることができましたよと。やりたい。はい。やはり父に嫌われて不利な状況で戦をさせられたのかね。14万からの兵が皆殺し。そう、佐々木小次郎がこの戦に混じってたんだよね。捕獲してくんないかな。ドン。違う。いや、まあ、ことじけなし。まあ、吉川博家は騎乗しましょう。待機せよ。激突揺るがず。まあ、揺るがずでいいね。もう終わりか。早かったな。で、26,500動いてるけど、上限完全に、そうだよね。まあ、ここも問題ないですね。問題ない戦ばっかりだ。いや、毛利も強くなったよ、本当に。ね、一時武将がいないいないってさ。真田信義、まあでも、お家最高はないよね。六門戦かっこいいな。なるほど。いらっしゃいませ。なんたることじゃ。さあ、あれ？あはは。そうか。いや、これは、出していいよ。ままならぬものよ。それそれ。敵が我が領内に向かっております。鏡山。まあ、これはいつも通りの戦じゃない？ここで。なんでこういう感じなの？おかしくね、これ。まあ、9体5万4000で、いつも通り、揺るがずになるでしょう。出陣する。これね、あるそう、あるそうって、あるような気がする。小松姫か。あるんだ。これさ、ああ、そういうことか。なるほど。いや、本だけがあるからないって今まで言ってたじゃない。本田正純がね。そういうことか。これ、釣り天井系の本だけと、トンボ切り系の本だけって別なんだ。だから、玄義の前田と犬千代の前田も違うしっていう話だね。ああ、なるほどな。なるほど。いや、まあ、ここはお家最高、言っとくでしょう。これ、トンボ切り来ちゃうのかな。ねえ、まあ、来るなら来るで。構わんけどね。平八郎ってどこにいんの？やっぱ、武田にいるんだろうか。朝倉だ。あ、めっちゃいいじゃんね。え、佐藤金山ここ。いらっしゃいませ。
いや少なく口を引き込む少なくお願いしますよ。37ね。小山田クソシゲ、クソシゲ柿崎若さ竹、そうだわ、あー夏かまさにも来ちゃってるか。いやこれ良くないねあんまりね。そしたら夏か正家を旗揚げさせたらやっぱ同じような感じになってたんだろうな。我が領内に敵が迫っております。大森かとはいえこの辺めっちゃ上限じゃない。そうだよね。だからまあここにちょっと追加してやれば問題ないよね。これそしたらさ薄木取り行っても面白いかもしれないね。まあ、とりあえず大須で蹴散らしてライデンの隊を薄木に向けて城を落とすっていうのはありない気がする。いやちょっと小松ちゃんのところ予想外についてきたけど伊集院にいたこれところで。伊集院はいないのか。じゃこれ逆にさ今伊集院をお家再興させることができればめちゃくちゃ熱いっていうことだよね。うん、そうだね。いやこれいいな。大虎なんかもお家再興するでしょきっと。だから小松姫のところは防衛しながら進めることにしよう。で伊集院忠明をお家再興させたら滅ぼすでいいと思うよ。まあ、まずは計りを同期が勝ちからですね。うん、いやだそうやって考えるとね小松姫の旗揚げも悪くはなかったと言えるよね。じゃあもう一ターン進めていきましょう。敵が我が領内に向かっております。吉田郡山8万6000が結構多いね。まあでも揺るがずになるはずなのさここも。じゃあ8対6万で吉田郡山でぶつかりましょう。いざ参ろうか。ヤバセ1万ん。ああこれゆるがずのところか。ゆるがず、はい、この志決して砕きはしない。交渉が出た。北さんこれさ片倉小十郎、あーでもどうなんだろう。小十郎は旗揚げしないけど北さんは旗揚げしそうな気もするんだよな正直。立ち戦だ、勝ち時を上げよう。まあ部分入場で高本をここに入れ、まあとりあえず騎乗でひとまず徳川はこれでいいと思う。ここで止めとこう。あそっか剣心ね。まあとはいえよこれで大丈夫でしょ。待機する。我が義にはヤシャラセツ加護ぞ宿れる。待機する。15,300板垣信方。まあでもヒグマ山入ってるから蹴散らす蹴散らすでいいよね。しかしすごい浮かし方するなね。さあ激突揺るがず、まあ揺るがずで我らが力全然減ってなかったね。じゃあ毛利秀元が薄木に向かってみるか。意外と取るの難しそうだな。山名正道血だるま、まあ血だるま系はないよね。まあなるほどね、なるほどね。血だるまには来ていただきましょう。と山名もないと、はい、落ちぶれたもん。なるほどね。山名はね山名総選から続くめちゃくちゃ名門中の名門だもんね。落ちぶれた名門ってことですよ。しばしかりね。まあこれも言えるが、よしよしよし。ちょっとねヒヤッとしたけど、まあ緊張で。我が領内に敵が迫っております。いやもうでもさすがに兵がいないね1400。じゃもう一ターン行きましょうか。さあ激突ここ言えるがんね。そしたら来年を。中国地方に向けるか。うん、ここでぶつかれてるね。皆の者、
したら政宗をここに向けるか。遅れる者は切る。で集まってる軍を多分別にいっか。これで待って、なんかまた変わった。敵が迫っております。6400。いやまあ問題はないんだろうけどさ、大須の兵を返してやる。我が領内に敵が迫っております。すごいな、これもともと動いてた軍だよね。いいぞ。まあこのままでいいでしょ。待て、もうぐっちゃぐちゃ。何これ、出るぞ。これ原子炉でぶつかってっけど、まあそれはそれで構わんか。これところでこれ間に合ってんだよね。もう間に合ってるね。さあ一つ揺るがず、このような山形原子炉といえばこんなもんなんだよな。ざっと行くぞ。でこうでいいね。遅れる者は切る。さあ打ち出す激突。これまあ指揮取るか。多分取らずとも勝てたとは思うんだけどね。まあ念には念を入れておきましょう。なんか打ち出すかわけのわからんこと言ってるんだけど。これ何、ただだよ死なぬ追う者は我が読み地のと申すよ。ここまではかっこいい。これぞ薩摩島津の捨て代わり、味わうがよい。誰なの。漢八州の箸じゃない。薩摩島津から学んだってこと、はい、ということで謎を残したまま宇治康は去りました。かっけーライレン。いやーライレン、このムキムキっぷりがかっこいいんだよね。88000皆殺し、そのことごとくを皆殺しします。捕獲でドン。笠原殿、笠原殿さ、お家最高ないと思うんだよね。あ、一応ね、もしかしたらあるかもしれない。笠原家なさそう。いや、まあ、ないだろうな、普通に笠原家は。でまあライレンは、あ、そっか。手を打とう。一応こう対処しますか。我に続け。大村義前。いいの来た。え、なんで？あ、え？そうなん、相馬って。あら。え、ちょっと、え、普通にシンプルにショックなんだけど。ちょっと。え、森田ね、お家最高じゃないんだ。はえー。さもありだ。これでもね、誰かはね、お家最高。するような気がするよ。なんか違う環境だと相馬森田ね、お家最高しましたって人ね、口を引きいるような気がする。なんかこれもね、環境依存もあるような気がするんだよね、正直。まあこれは許可ね。このようなところだ。女城主、あれてか原子炉どこ行ったっけ。原子炉、ああ、うん、この辺蹴散らしたっけ。わからんわ。もういろんな軍戦ったから。さあ、じゃあまあこんなところですかね、今回は。これ毛利秀元、交渉出たりしない？出ないか。立花宗茂、鎮西一だもんな。そう簡単には、てかまだ戦意が高いもんね、シンプルに。まあ交渉には応じんわな。まあ、とりあえず、包囲網と一回全部講和して、上杉を滅ぼして、で、一気に、西に追い込むみたいな感じですかね。まあ、何しろ本当に上杉次第の部分あんのよね。でまあ北は圧力を強めながら、まあね、この内容に応じる人数を見つつ、まあ城を取ったりしていきましょう。というところで今回もここまで。皆様ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。